京都駅から地下鉄を2つ乗り継いで、今ここ大宮に到着しました。ここからですね、路面電車に乗って、嵐山の方まで行ってみたいと思います。ただですね、この地下鉄乗り降りがですね、ものすごく階段が多いんです。もう僕もハーハーしてますけども、それ以上にハーハーしてる人をお見せしたいと思います。はい、このようにひたすらにこの重たい革細工の荷物を持ってですね、約1個25キロぐらいこのスーツケースあるみたいなんですけど、頑張って登っております。あそこから路面電車に乗りたいと思います。かなり胸さんの息もハーハーと上がっております。とてもじゃないけど20代には見えない感じです。パンさんが意外と平気で若かった。さあ、ランデンというここ、市場大宮、ここからですね走る紫色の路面電車です。これからですねこちらの方に乗りたいと思うんですけども、入るときにはお金を払いません。切符もありません。出るときにお金を払うみたいですね。では乗っていきたいと思います。なんでもこの電車住宅スレスレを走るらしいです。ちょっと迫力満点。手出したら当たっちゃうんじゃねってぐらいに。だったと思います。昨日暗かったんです。あ、昨日は夜乗ったんですか。そうです。さあ乗り越えます。ここにバスみたいにしてお金を入れるところがあります。本当にね、こう路上を走ってる、それからねスレスレの位置を走ってるということで、路地を走ってるみたいな感じですね。でしかもこの、路面電車、2両編成です。ただここから前に行くことはできません。多分連結されてると思うんですけど、このまま引きずられて走ってるような感じです。頑張れ頑張れ。今度はですね、道路を走ってます。さすが路面電車というだけあって、道路を車と一緒に走ってる状態になります。先ほどまでは民家だったんですけど、いや今は車と、競争をしてます。ほら車通った、すげえ。でしかもね、信号は赤になるとこの路面電車も止まります。面白い。さあ路面電車を降りて、渡月橋のある、嵐山に着きました。がしかし凄まじい人です。すごい人、すごい人です。これお見せしましょう。昨日と雰囲気全然違う。違う、はい、昨日は夜だったから誰もいなかった。誰もいないですね。はい、このようにですね、ものすごい人です。駅を出て、左に行くともうすぐ渡月橋があります。その近くでやると思うんですけども、この人だかりですからね、果たしてうまくいくのかどうかっていうのは実に微妙なところに差し掛かってまいりました。ただね、雨がね降ってないんで天気まあまあ良くなって良かったです。東京はね雨だったんで大変だったんですけど、これからちょっとですね、皆さんが来るのを待ちたいと思います。ただね、ここで問題があるのは、この辺一帯、このお土産屋さんだとかこういうのがあるところは5時で終わっちゃうみたいなんですね。僕らは5時からスタートなので、人来るかな、それが一番微妙なところです。はい、こちらがですね渡月橋でございます。このような古い造りの橋でございます。これをですね、これから向こう側へ渡ってみたいと思います。こちらの渡月橋なんですけど、ライトアップ、正式なライトアップは、12月の8日からだそうです。それまでにですねちょろっとつくみたいですけど、まあそれはライトアップと言わないでしょってさっき言ってました、おまわりさんが。さあもうすぐですね渡月橋渡り終わりますけれども、僕はですね半袖です。全然寒くないです。多分ね東京より暖かいんじゃないかな。過ごしやすい感じの気温になっております。はい、こちらがですね今渡ってきた渡月橋でございます。歴史のある橋ですね。そして紅葉が始まってますので、かなり綺麗です。はい、やってまいりました。ということで、
ということで渡月橋までやってまいりました。今日はここでですね、まあ宗さんの交流会をすることになると思います。まだもう少し時間があるんですけど、これからみんな集まってくると思うので、もうちょっと待ちたいと思います。ではまた。紅葉が綺麗ですね。みんな紅葉を見に行こうよ。